どうもこのまるです。聞いたろです。今日はエンティームのファイヤーワークスペシャルビデオが公開されたので、そちらの話をしていきます。mv に引き続き、これもまたすごいね。このまサムネ見て似たようなやつなんかな。なんだろうと思って見たらさ。画像があの画像っていうか、映像が結構質感がさレトロっていうかさ。なんかあえてザラザラのやつじゃんと思って。 な何やこれみたいな感じだったんだけど見ていけば見ていくほどなんか <laughs> まあ沼の沼っていうかなんか泥の上で踊ってるか,か沼いっていうかさ <laughs> なんかちょ意外とさ結構楽しめて <laughs> うん <laughs> そう沼いって違う意味でね <laughs> <laughs> そ<う>ぬかるみの沼いね <laughs> ぬかるみの沼いのなん,かでもなんか見れば見るほどなんかすごい面白いなと思ってうんいやそうそうそう私は、まあ、一応公式ではさあの まあ、定点まではいかんけど比較的ダンスパフォーマンス映像みたいな感じのやつはさ、うん、まあまだなかったからだからすごい面白かったよねわかる結構堪能できたしそのぬかるみに足取られてちょっとさちょっと滑っちゃったみたいなとことかも使われてたりね例えばもう早速さ冒頭のジョー君とかもさジョー君真ん中で踊って後ろ移動する時とか「おっとっとっと」ってここの <laughs> ここさ。<laughs> あそこ気づかんかかんったかも私 <laughs> そうここのジョーくんとかさなんかちょっとぬかるみに足取られたなみたいなあれだよねジョーくんセンター来てから端っこ行った時になるんかなあそう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  うん、なんかあれだよねブレークってやった後バーって後ろ行ったら転んだってことだよね転、うんまで行ってないけど「おととと,と」みたいな感じになってちゃんと合流みたいな分 <laughs> かるなんかさもはやさ意外とさこう引きで見た時そんな引きのやつはないけど、うん、なんか外側別にそんな抜かるんでなくないみたいな <laughs> なんかそんなさ <laughs> 土感なくないと思ってさもうあえてここ濡らした切ないなんならあっそういうことかあ 確かにここだけやけに泥っぽいもんねそうそうそうで本当の撮影ならさなんかわざわざじゃない <laughs> わざわざ選ぶみたいなとこないちょっとそっかだからこれもあえてのだからそういう風なあれにしてるってことだかうんだって泥相撲みたいなのやらせるぐらいだからさ、うん、多分そうやっちゃういやそうなえもう絶対大変だよねしかも何回もやっただろうし <laughs> なんかさえなんかマジで関係ないこと言っていい なんかさネットフリックスで脱出お一人島みたいなリア恋愛リアリティ番組あるんで韓国のうんこの頃見てたよねそうそう,そう結構おもろいんだけどまあとにかくさ、うん、あれってなんかこういろいろゲームたまにさたまにゲームして勝ったらこの人とデートできますみたいなさそういうのあるじゃんああいうのってでなんかそれ男性があのこの日は男性がこの泥の中で相撲して相撲みたいなレスリングみたいなのして勝ったら デートできますみたいなったんだけどマジで泥だらけの中でそれを思い出したんね <laughs> <laughs> 全然違うからでも <laughs> じゃあもしそのあれならその権利をさあれしたくてかなんか戦っとったんかねえー、ちょっと待ってあのあの一人の女性をめぐってやめてよあの一人の女性はもうちょっと <laughs> どうせどうせ振られるんだからみんなどうせ振られてその後のこと考えようぜみんなで <laughs> まあなんか見ていきたいんだけどさ一応画像を用意したけども先じゃジョー君でもジョー君なんかあそこに勝るもんないよみたいな <laughs> とこあるかもしれん, <laughs> <laughs> なんかジョー君ってさあんまアップあの求愛ダンスのとこのアップはねあるんだけど、まあ、そこ、まあ、そもそもアップが少ないっていうのとこの画像だとね なんかでも私が好きなのはあの最初の男のダンスかなジョーくんのとこで。個人的にはジョーくんのここの、ここの本当はさ、ジョーくんがあの空飛ぶ飛行機みたいなさ、うん、普段、振付けでやってるところ。あそこさ、全くなくて可愛いなっていう。<laughs> 後ろに寄るんだ、みたいな。<laughs> 男こも好きなの。 <laughs> ここなんかさみんな手持ち無沙汰みたいな感じで面白いよね <laughs> <laughs> そうそうなんか謎にさちょっと一応足はやってるよみたいなケイんかな浮かせてるよみたいなとこをやったりさ <laughs> 謎だよねそ<う>ここねそうちょっと体反らせたりね <laughs> そう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  <laughs> ここら辺とかなんか可愛いよね <laughs> 全体的にでまあ今ケイん名前出したからケイんね け、うん、いくんさやっぱこのダンスのやつだとさすごいもうアピールがさ <laughs> アピールがすごいねまあ求愛だもんねいやあのサビんとこはさしかもさあれだったね求愛、うん、の,のままだったね本当に確かにあれは MV でも使われてたなんかあのザラザラ質感じゃないやつだったねそう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 、うん、でもなんかさけいくんで言ったらまあ w i z u のところでもあるんだけどやっぱあのけいくんパートで おっとおっととするあのウィジュああわかるわかるわかるん <laughs> かさこれめっちゃかわいいよね <laughs> めっちゃかわいいめっちゃかわいいこのウィジュがわってなってる時まずユウマくんかな見てんのがめっちゃすごいおおみたいになってるホントだ本当だ見てる <laughs> えってかタキの膝小僧やばいね本ほんとだえ結構汚れてるねうん、うん、ね早く終わるのもおいしそうだよねうん <laughs> 早く脱いでシャワーしたいよね えし、で、ごめんね。しかもさ、まだウィジ o のやつもう一個あるあの <laughs>、転びがやあの、ついにいろいろ目に入って、ユーマはケイ君見るし、ケイ、うん、君はちょっと笑ってるみたいな。うん、確,か確かに、確かに。ウィジ o もなんなら分からんけど、ちょっと、おっとっとみたいな、ちょっと似合うみたいな感じだよね、きっと。<laughs> <laughs> でここね。だ結構これを、結構さ、これが一番大きく転んだやつじゃないそうだね。なんか、 ハプニング大賞、ね、開催しとったん <laughs> そうそうでもさこれさ結構おってなったけどそのまま続投したってことだよねだってさ普通カットかかったら使わないじゃんねうん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 だからそれでもやったっていう感じがなんかあんまりなんか別にこれがミスなわけじゃないってことだよねだかこれもこれもその求愛の求愛って言っちゃあれだけどこれもその一つアピールっていうかさその一人に対してのアピールの一つなんかなみたいな。 まあというか普通にさ撮ってもらってるみたいな世界観してるわけじゃんあれって結局ね<あ>女そう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 うんなんかそれの普段こういう感じですよっていうそれを見てる私たちみたいな感じなんだもんねきっとねうんそうそうだからきっちり揃えるとかそれが正解なわけじゃないからそれがいいよねなんかそうなんだってさ最初あすごい、まあ、私そういうまだなんか転びとか気づかんくてさ うん、なんか珍しいなみたいな感じだったんだけど最後のさこれでさ女性の足で出てきた時に「おおってなって「これお女性取ってた!」ってなって「え <laughs> お,お前おったんかい」みたいな「<laughs> <laughs> お前呼ばわり」<laughs> これだってこれしかもすっごい早いんだよ一瞬なんか足らしきものが映るみたいな感じだったでしょうんもう0.25倍だからこれ <laughs> すげえスローにしてた みたいな感情速度のやつで頑張って撮ったんで <laughs> いやでもさなんかあれだよねだってこの足が見えるまではさなんて言うんだろう分かんなかったじゃんそういう世界観っていうかさ、うん、まあまあなんとなくねあのなんとなくは分かってもさ分か,かんなかったのにここで匂わせしたことによっても確定したもんね <laughs> 匂わせ匂わせですね足出してきたから <laughs> そうそう,うん いやそうだね、まあでもなんかニュージーンズ的なさなんかあれだよね本当流れって感じだよねちょっとノスタルジーっていうかあ確かにこのフィルムの質感ほんとそうだもんねだしなんかこう世界観とかもまあそれはなんかね漫画とかウェーブっていうのあれだと思うけどでも思ったい以上にちょっと、うん、まあその制服感がある制服があるからだよね多分ねちょっとニュージーンズっぽいのはそうだね えー、てかケイくんこれ下ペロってしとるんやねあそうだよだから私とったんでいやそうだよ、ね、うだ <laughs> いや気づいとったけど <laughs> いやなこなままでさ別に触れはせんからさもう当たり前なんだと思って当たり前だよケイくんはケイくんなんてよくやるんだ、ね、<laughs> <laughs> いやいいなと思ってじゃああとウィジュね、うん、ウィジュはなんか めっちゃマニアックなんだけど私このウィジュのさこのポーズっていうかここをやった振りのやった時に髪がパンってさ綺麗にパンってなびいて力強さでパンって止まる感じがそう好きなの <laughs> マニアック <laughs> しかも,これもう関係ないけどスチュームとかのさ今ティザー出てるじゃんうんらここら辺のシーンがウィジュあって、うん、ウィジュはここら辺のシーンなんよ、うん、それもめっちゃ美しくてウィジュの成長感じですごいもうエモいあなるほどね うん、こう表現力とかさ強ささ強強とかさ、うん、確か確に強いウィジュいいよねなんんかなんなら昨日さやっぱ『ンティームちょっと見る機会増えたからさ K 君の『アイランド』の『アイランド・クレディブル』っていうセンターやった曲の実ケも見たんで、ねうん、そしたらさ『w i s 持って w i、まあ、ジュファンからしたら当たり前なんだけど w i s 持ってすごい w i s もうまだちょっと垢抜ける前みたいな当時からもかっこいいけどまだちょっと垢抜ける。 前でなっ、ね、ったん<ー> <laughs> やばいと思ってなるほどね確かになんかこの丸さ前さその昔のさウィジの写真さ LINE で送ってきてくれてなんかすごいかわいいやつあったよねいやすごいねかわいい感じからどんどん洗練されていってるよねうん、うん、いやそうなであとね次が春はルわなんだけど春はルわのさこの求愛ダンスも見れたからさ今回うんちょっといいよね春はルわのこの感じ結構やばいなと思ってさ いいよね、確かにそうだよねここ MV にはなかったよねそうなんかさ、うん、こんな綺麗な顔の方に求愛はちょっとやばいなって思ったよね<う> <laughs> マジでかる、うん、この瞬間マジよかった分かるだってすごいよね春浦に手を差し伸べさせられるっていうか差し伸ばされる、うん、そうそうそうもう今違う画像をさ上に載っちゃって <laughs> <laughs> あとさなんか個人的に好きなんが、まあ、またちょっとハプニング対象ではないけど、まあ、そうなんだけど春浦もね このちょっと前にお会いしてるときに出てくるときに少しつまずいてる感じだったじゃんわかるわかるわかるそうちょっとするってなったよねそうそうそうでもなんかさなんかそれすらも乗り越えてきてくれたと思うとやばいよね確かにねそっかそれよりも伝えたいこの思いみたいな感じだもんねいやそう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 、うん、好きって気持ちは最高やねんか <laughs> <laughs> なんかそういう,ふうあれじゃんね。うん。いやわかるわかる。うまいなあ。とてハルワもねって。私が一貫して言ってるの春はハルワ隣だったらマジでやばいと思うよ。今もやばいけど。今ですらヤバイに。うん、そう。ね声もいいしね。何回も言うけど。声いい。そう。声本当なんか特徴的っていうか本当わかるもんねハルワってね。ねなんか青年生少年っぽさと可愛さが共存してる感じ。うん うんうん、えじゃ QI 系でいったらあとユーマの QI も見れたから,だから結構隠し持っ,とったよね QI、ね、隠しも取っ,ったうんだってユーマくんほら前回はさあの海辺でパシャパシャユーマだったねか。 <laughs> <laughs> そうあれもすごい良かったけどやっぱここでね求愛してくるからあとやっぱさ本当同じようなこと言って申し訳ないけどくんのの声声ももいいいいいよよねやなんかゆうまの声も特徴的ないよでもなんかさなんかいいのがさこれはもう周知の皆さん周知の事実だけどなんか昔はこの声がコンプレックスでみたいなへえ言ってたんだそう言ってたらしくて言ってたんだよ、うん でもさもう今普通に聞いてるやつからしたらえっみたいな <laughs> なぜみたいな感じじゃない確かに全然思わないうんいやそうそうそうそんなふうに思うんだみたいななんかそう、うん、全くそう思わなくてむしろいいぐらいのやつだったからそうだ、ね、むしろいいじゃん、うん、むしろいいなんかあったんかで、ね、やめてね <laughs> やめてほしいよね,ね<ー>だったらほんと そいつ見返してやろう誰かに言われたら全 <laughs> もう見返しとるじゃ何なんなら見返しとるよねうんいや声はマジで天性のもんだからねえかる、うん、いい声って大切だよねうんあとエンティーみんな歌うまいからなうんそうなんよねであ歌うま芸人で言ったらやっぱり芸人じゃないけどマキーもねいやもうファイルワークの人だからそうだねそうだねファイルワークえあとさあの マキもこれ下からアングルの QI ななんでなんかそれもさあの本編の普通のオフィシャルミュージックビデオな,なかったからさあ来た来たみたいな確かにそうだねだから結構このそうだね MV で QI 見られなかった人が次々と見れたもんねマキのなんかマキ成長したね <laughs> この間さ AO での頃のマキの写真見た時マジ子供でびっくりしたんだよ <laughs> <laughs> そうだいぶ大きくなったよね本当にだってまだだって1年とかそんな話でしょ そうだよね。うん、すごいね。一、うん、年でそんな変わるんやね。カルもう一年で変わることないもんだよ。うちらなんてね。ね <laughs> やめてよ。まああと q i 系で言ったらやっぱ2個もね。これあの別の。うん 別 QI だからこれ1番目の QI じゃなくてこれ2番目のサビのあの QI の2個だから、はい、あわかるわかるあのちょっと左端にいるやつね左,、うん、左下みたいなとこいるところの2個なんだけどこの角度もいいよなみたいないやいいねいや2個さ MV でもさあの見上げる QI のとこあったけどやっぱ2個のこのキリッとした顔でさ見上げられるのやばいよねいやそう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 あとはさ僕が撮った2個は最後なんだけど 最後、真ん中で踊る力強い二個がね、超好きなんよ。あ、そう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 ,そう。あ<ー>、おここまじよくて。ガッツ。すごい、なんかもうさ、<laughs> ちょっと待って、全然さ、あの、普通に振りの中のやつだからあれなんだけど、チャリできたみたいなさ、チャリできたポーズじゃない,いやー<う>みたいな。<laughs> チャリできたみたいな、そう。 <laughs> 偶然すぎチャリできた。ポーズとそう。前でも取りすぎだよ。<も> <laughs> そう。もうでも本当なんかほら。最新のさ、最新バージョンだからチャリできたの。現代の <laughs> チチンできたからかっこいいの。めっちゃ。<laughs> <laughs> 確かにまここねここのフリーズ最高ではやっぱ2個の声も最高だしねうんいやそうなそうななんかさやっぱ2個の声が一番多分ちょっと強くてあのちょっと攻撃性を感じさせてスカッとするような声だからやっぱ2個ってすぐわかるしねうん,うん、うん、そうだねすごい。 鋭さがあるからねねの声ねマジでさアイランドの時私ニコの歌声ってこうあんまイメージなくてやっぱダンスのイメージやったからこれ多分何かで言ったことあるけどここまで歌うまいんだって本当デビューしてからなんかよく思うわニコは。ねえ。やっぱコカ・カーラーでスプライトって感じだもんね。 チョコレートシェイクだもんねよかったチョコレートドリンクくるかなと思ったけどそうマジそうすごい俺もちょっと考えたから何の考え <laughs> 考えめっちゃそうな何なんけそもそもまださコカ・コーラとさスプライト言っとる人うちらぐらいだよねそもうだよみんな忘れとっちゃう <laughs> エンティーブ学園の話だもんねあれね <laughs> うん年末とかの話だからあれ <laughs> あと滝ねそこうまく撮れてないんだけど滝のこのパートめっちゃ好きだよねうちら いやーうちら、これは雑談でめちゃくちゃ言うもんね、うちらね。でもほんと動き早すぎて上手く取れんが。いやー、わかるわかる <laughs> そう。俺も試したけどダメだった。いや、そうなーでもこのパートすごい好き。ほんとだから、滝のさ、歌声もすごい堪能できるし、いいよね。 タキの歌声も、私全員いいって言っとるな、うん。タキの歌声ほんとよくて。でも私さ、タキの歌声で好きなブラインドラブとかないよね。ああ、はいはいはい。これから君はどうしたいみたいな、うん。なんかそこら辺のやつのなんか、成長感じるんがなんか、やっぱ覚悟せんやけみたいな気持ちだけど。そう、親の人格ないよそれ。坂口健太郎そのあれかぶっとるしね。そう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 。そう。狼の。<laughs> で、風磨くんね。風磨、そこまでアップ多くなくて、 の中で割とこうちゃんと見えるみたいなやつだから選んだんだけど、な、うんかそれもそうだし、あと、この泥だらけの足元がめちゃくちゃ綺麗に見えてみんなのね、<laughs> やばいんだと思って。<laughs> <そこ> <laughs> までも結構だ、そうだね、白いスニーカーだからなおさらわかるね。 そそうそうなんんかかさズズボボンンやばいねわ、ね、るなんならさそう上半身綺麗かなと思ったらジャケットの裾ってかねなんかとかも結構汚れてたりするよねいやわかるわかるそうな、うんえ確か汚れてんなと思ったもん、ね、フ風磨とかだった気するわなんなら多分風磨くんも結構汚れてるんで多分このせいだと思うよねなんかここで風磨くん君真ん中くる時にほっとっとっとってなんかちょっと滑って。 <laughs> だからっけど <laughs> ザケットすいついてないかいやそうだ結構だからあの SP の風磨君ですら滑るぬかるみやばいよねあ,あ<ー>確かにだってさ結局さ 戦場とかでも、結局、ぬかるみすごいと戦車進まんかったりするから。戦争に例えてきた。アーティストの映像でそんなこと言うのは私違いだもんいや、ほんとそう、ほんとそう。例え、例えんから普通。ぬかるみってほんと、なんからその良さを生かしきれないっていうかさ、すごいやっぱ条件としてはめちゃくちゃ悪いよね。<ー>だからそれは風魔でも、屈、うん、強な風魔でもそれは転ぶよね、みたいな。 そっかそうだよねそしたらもう無理よ人類ぬがるみは休もうみんな <laughs> そうそうそうであ,あとね風磨くんがね風磨くんのパートで私は本当は個人的にここも好きなんだけどここのねなんかこうこのさポーズでどんどんなんかこの腕を顔頭の方に上に上げてくんねああはいはいはいなんかそこら辺の一連の流れがめちゃくちゃかっこよくて なんか,か,るかるこう今にも弾けと弾けそうみたいな気持ちが弾けそうみたいな赤い目弾けたみたいな感じじゃね <laughs> いやそう国語の授業のやつね。<laughs> なんかあったよねそんな。あったあった。多分魚屋さんの息子に恋するんよ。<laughs> そんな話だっけ。<laughs> <ば>そんな話。多分初恋の話やあれ。うん。あそうなんだあ。すごいいい話だねじゃあ,あ。いい話だったよ。<laughs> いやいいな赤い目弾けた。<laughs> <laughs> で,も弾けたもでもまあ雰囲気今こう表現しようとしてるのもまあちょっと近いもあると思うんよね多分そうだねこの内なる思いみたいなのを爆発させるみたいな感じだもんねんいやそうそうそしたらやっぱ赤い目はじけたみたいなとこあると思うからハンジルフーも中うんうんフーも中身弾はじけたみたいなとこあると思うよう <ん S 1> だその感じのこう表現が <うん S 1> こうググググっとくるような感じがいいなっていういやーわかるわかる なんかこう風磨くんのさ感情を抑えたでもうちなる情熱すごいみたいなさその感じやばいよね分かる多分結構ポーカーフェイス気味だからなおさそうだよねなんかそううんだからさリアル風磨って絶対やばいよねもともとかっこいいけどなんかこれでもそういうルネさん多いよ本当に分かるなんか女性じゃないからあれだけどなんかリア子感っていうか なんか、身近にいるイケメン感って、多分フーマすごいと思うよね。うんうん、いや、だから、いや、そう、いや、全然ね、絶対短いおらんがよ、こんなイケメン。いや、そう、おらんがで<も>。おらんが、おらないんだけど。<laughs> でも、なんか、この親しみを感じさせる、こう、空気感みたいなのがあるから。うん、でも、でも、実際見たら、アイドル性すごいみたいな、キラキラやばいみたいな感じだから。うん、なんかさ、えー、みたいな、なんかさ、そういうときめきあるよね。えー、みたいな。 わかるわかるすっごいわかるうんなんか私だけにこれは輝いて見えるのかしらみたいなそういう気持ちになると思うね <laughs> そうだねえー、私が赤目はじけそうなんだけどどう <laughs> した <laughs> はじけんで <laughs> <は>いやいいよねだからもうこのぬかるみ並みに沼いよ多分風魔はいやそりゃそうよ、うん、ズ,ブズ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 ブってなっちゃうからいやもうそうよてかもうなんでこんな沼の上でやっとる <laughs> いやほんやぜこれ絶対腰とか悪くせんから大丈夫かな <laughs> あー確かに何点か取っとるだろうからさ結構ね 危なそうだね確かに。そう大変だったと思うよめっちゃ。も疲れだね。で以上でね今回はエンティームのファイヤーウークスペシャルビデオについて話してたけどいやなんかほんと MV と違った世界観で本当面白かったね。 ね、まさかさ、女性が撮ってる映像だと思わんかったからね、最初ね見たとき。そうなん。んでもさ、よく考えたら、これタイトルちょっと端折ったんだけど、スペシャルビデオ、カッコフィルムドバイユーバージョンだから、もうバイユーなんよだからあ、あなたにみたいな。あなあじゃあ、あの、足は、ソハさんではなくて、私、あなたたちよっていう、ルイさんだよってこと。いや、そうじゃないと思う。<laughs> そうではないかもしれない。違うその、ユーじゃない。 多分もうあの女性だっちゃんいやーもう,う過去の出来事やろうじゃだとしたらでもまああなただからその立場になってそうだ、ね、置き換えてもいいかもしれんね我々にねいやーでも足で取るじあの足私じゃないしな <laughs> そりゃそうなんよ <laughs> そりゃそうなんよ <laughs> だし過去のことだしみんな振られるしさどうせ<ー>うそうだよケーキ投げつけられるしさ <laughs> で相馬さんがさなんかツイッターでさ、うん、いい作品がこうみんなと最高のメンバーとできましたみたいなさなんか英語でね「エンティームのさ作品についてさツイートしてたんだけど最後にケーキ投げつける絵文字が撮って「ー <laughs> <laughs> えくんじゃん」ってなったよね。<laughs> やば分かってオタク心分かってるね相馬さん。ね、<laughs> で「エンティームはさ、まあ、ファミの配信もあったりあとは「都管して活動」って言われてるから。 もう色々珍しだよ、ね、いやなんかほんとトカン「都館赤ちゃん天使」のやつまあ見たいような見たくないような <laughs> なんだけど <laughs> まあでもそろそろ来そうな気がするよねそうだね来週かななんか月曜に「あのカウントウン TV」あるんよあそっかそっかそれ終わったぐらいかなみたいな週明けぐらいかじゃあ、まあ、だからさ「エ t ィングの次の活動が楽しみだよねそうだねホッホッ